い、皆さんこんばんは、リュウです。それではですね、スカイリム、プレイ実況動画を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。いや、まさかですね、1日に2回も撮るとは思いませんでしたね、スカイリムをちょっとですね、前回はですね、まあ適当にですね、こううろちょろうろちょっと、いきなりですね、すいません、ちょっといきなり敵、これレッドガードっていう種族なんですけど、よいしょ、よいしょ、しかし下風がない、よし、自分で襲いかかっていくとってね、こういう都合のいいことは許しませんぞ。よいしょ、よいしょ、ああ、はい、グロ注意ですよ。ストームクロックも混ざってますね。これちょっと許せませんね。はい、これ広いですね。はい、もう一丁上がり。なんか何が、いい天気ですね。いい天気ではありますが、このストームクロークは敵対しないですね。真のスカイリムのためにあったらウィンドヘルムへ向かうよう伝えてくれ。ウルフリックストームクロークなら間なく。はい、今会話の中で出てきましたウルフリックストームクロークっていうのはですね、反乱軍の指導者ですね。で、ストームクロークはですね、ノルド、ノルド種族、ノルドっていう種族はいるんですけど、それで構成されてますね。で、帝国軍とは敵対してます。おや、陽気な人だって。楽しんでいるのはいいもんだ。一緒にホリングブリー発熱紙を飲もうじゃないか。一緒に飲もう、喜んで。上質なお酒ほどやる気を高めてくれるものはないからな。乾杯。冒険を名声と幸運をもたらしますように。はい、どうも。はい、それでは今いただいたホニングブルー蜂蜜酒ですかね、飲んでみましょうか。これですね。はい、それではまたどっか行ってみましょうかね。なるべくエムの木の野営地、ここに行ってみますか。この方角でいいんだな。コンパスに、上のですね、画面上に出てるあのコンパスに、マーカーが出てますけど、これ巨人ですね。ですね、巨人はですね、刺激しないと、近づいたり刺激しない限りはですね、襲ってくることはないんですけど、もう敵対してる。よし、こうやって襲いかかってきますからね。おお、本当はこんなあれなんですけど、一撃じゃしないんですけど、やっぱ武装が強いからですね。私が火事で鍛えたいい武器と防具を与えてますので強いですね。何も収穫できなかった。これ一定期間すると多分取れるんですよね。さあ、それでは、すごいですね。さあ行ってみましょうかな。はい、打ち上がりですね。
これはですね、鉱石の鉱脈ですね。ツラハシを持ってますとこう掘れます。あ、ちなみにこのモーションがですね、高速化モーション入れてもらうんですね。面白いでしょ、シュールでしょ本当はもっと遅いんですよ、掘るスピードは。ちなみに巻き割りの速度も上げてますから、ほんとシュールですね。見てたら面白いですね。なんかコント見てるみたいな感じで、わかりますね。クリアしましたと。こうやってですね、ロケーションのですね、親玉的なものを倒すとクリアしましたと出ます。さあ、それではこのまま、東に向かいましょうかね。いい天気ですね。あれはマンモスですね。巨人が勝ってるんですね。あれマンモスも強いですね。まあ低レベルで会うと間違いなくやられてしまいますけど、これあそこは何だったかな。ああこれか。あら、私は南に行ってるな。まあいいか、もうちょっと予定変更しましょう。適当に行きましょう。いるな、だってあれは。あ、旅人だな。ヘラジカ。行きましょうか。さあ行きましょう。敵の気配はするけど、気のせいかな。おっと、ああこれ罠ですね。魔法を飛ばしてきます。痕跡がいますね、いますね。あ、甘い。おお。よくやったなって。ちなみにこうしゃがんで移動するとスニーク状態ですね、隠密状態になります。まあ、フォールアウト3も似たようなあれがありますよね。あそこいますね。ん？いますね、あそこに。これ誰だ？よし、止めた。あ、これ狩猟術師でしょ。はい、開けまーす。ノルド。両術しておきましたね。ちょっと下道なことを思いつきましたので、よいしょ。こいつを我が奴隷にしましょう。なんて寒さだ。あんたノルドだろう。寒さに強いだろう。強すぎるな、主人公はやはり。
かな。上だな。あ、これはちょっと罠がありますね。はい、あれはですね、魔法の罠ですね。あの地雷みたいなもんです。わかりやすく言えばあの狩猟術師が仕掛けたんでしょう。さあ行きましょうかね。ちなみにあの狩猟術師はですね死んだんですけど、私がですね、よみがえらせました。死してなお こき使わせるというですね、下道な発想をちょっとしてしまったんですけど、すみませんね。さあ、これはですね、粘土ですね。家を作るときに必要ですね、粘土は。さあ、それでは行きましょうか。しかしいいですね、素晴らしいですね、このロケーションは。雪山、うわいいですね。さあ行きましょうか。めんどくさいから馬に乗りましょう。馬に乗りましょう。よいしょ。うう言ってるな。行きましょうか。これで、はい、ヘルゲンっていうのはですね、あの主人公が最初にたどり着く村っていうか町っていうかそこなんですけど、そこにアルドウィンが来てですね、焼き潰してしまったっていうあの経緯があるんですね。最初物語の始まりはですね、なんかすごいことになってますね。これちょっと一回セーブしますね。これ落ちる可能性がありますので、よし。あ、これは彼女ヘル。この後彼女もですね、この子は14歳だったから仲間になります。何がどうなってんだこれ。ああもうこうなったら適当に、あ、ちなみに敵はですね不利になるとこう逃げ出します。これなかなか賢い。魔法の障壁張ってですね、シャウトを防いだりするんですよね。お、頑張ってますね。殺さないでくれ。最初からそしたら戦いをやめるべきだな。よいしょ。ぐさっとね、ぐさっていうか斬撃です。フルスイングですね、刀です。凄まじいですね。うわやっぱ大きいね。サイズがまちまちです。小さいのもいれば大きいのもいますね。はい、こうやって素材が取れますね。なんかすごいことになりましたね。これどうなってるんですかね、これ一体。危険そうな呪文ね、近づかない方がいいわ。うん？たまにバグがあるんですよね、これ。よっしゃ、いるな。まだ生き残ってたか。ああ、いるいるいる。こうやってね、反応があるんですよ。狩猟術を使うとですね、大概嫌われます。ちなみに一人ですね、仲間を連れていくのは一人だけです。さーて
開けてみますか。お邪魔します。盗むか。なるほど、なんかちょっと怪しげなあれですね。なんですか。怪しげなちょっと手紙ですね。どうなってるんだこれは。また遊びしてますね。ナイチンゲール、あーナイチンゲールの英雄か。あのナイチンゲールっていうのはですね、あの盗賊、ギルドのなんていうんですかね、守り神じゃないですけど、あのデイドラなんですね。あのデイドラっていうのはそのまあいわゆる簡単に言う悪魔みたいなもんですけど、そのナイチンゲールの守る英雄ですね。まあなんかよくわからんですけど、ちょっと年でやっつけました。とりあえずなんか適当に、ん？お、戦ってますね。よいしょ。ああグロ注意ですよ。あんまり毒なんも持ってないですよ。馬が戦ってる。よし、止めましたね。まだいるか。いますね。よし、止めました。ちゅうか、君も治療術師だろ。では行きましょうか。さあ、リバウッドも最初にたどり着くですね、村ですね。最初っていうか2番目にここですね、主人公が。主人公はですね、どういうこの始まりかっていうとですね、犯罪者ですね、間違われてですね、要するにウルフリック・ストームクロークの、ストームクローク軍との一員と間違われて処刑されるためにこうヘルゲンに馬車で連れて行かれたんですね。で、到着してですね、自分の首を切られる瞬間にですね、アルドウィン、ドラゴンですね、がやってきてですね、ヘルゲンを焼き尽くしてしまったと。でその隙にですね、主人公は逃げて、ここのリバウッドにたどり着くって、はい、それが本当の始まりですね。でこのリバウッドで、リバウッドの住民がこのホワイトランですね、ここの首長にですね、よく殿様みたいな人ですけど、に助けを、救援をですね、依頼して、そしたらですね、ドラゴンがこう襲ってきてですね、でそのドラゴンを倒して、主人公はその時初めて自分がドラゴンボーということを知るんですね。まあそういう感じで話が始まっていくんですけど、まあ、竜の血を引く、まあ、人間ですね、上妙のものっていう、よくこのゲームでは言葉が出てくるんですけど、上妙のものの上妙っていうのは定められた命って書いて書くんですけど、要するに人間ってことですね、命が定まってると。これいますね、この赤い点はですね、敵なんですよ。何、また英雄がいるな。よし、
馬馬上馬上から攻撃してますけど。なんかすごいことある。よし、止めましたね。はいはい、どこに行ってるか分かんなくなってる。じゃあとりあえずこっち行きましょうか。はいはい、いるな。これちょっと画面が一瞬明るくなるからスプリンガーのあれです、あの光ですね。何がどうなってんだこれ。ステンダールの番人とたちと戦ってますね。よし、よし、ちょ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 、タコ殴るにしてますけど、よし。おお、これで襲ってきた、これで襲ってきますけどね。ガード固めておきましょう。これはすごいさ。君が死になさい。こっち何もしてないのに、いきなり襲ってきました。これはあれですね、なんで普通は襲ってこないんですよ、センダールの番人は。中立なんですよ。でもですね、モッドでですね、敵出現のですね、エンカウント率とか変えてですね、その中にその中に含まれてるステンダールの番人たちなんで、敵対するんですね。敵ですね、敵性になってしまうんですね。どうしてもそのモッドの影響っていうか、それで普通のステンダールの番人は襲ってこないですよ。はい。とにかくエンカウント率が多いんですよ、敵の出現率。お、なんでここに魚が上がってんだこれ。これこんなスローターフィッシュって言うんですけど、こんな大きくないんですよ本当は。なんか戦ってますね、オオカミか、オオカミと。シャウト使いましょうかね。動物の忠誠っていうのがあるんですよ。これを使えば大丈夫。よし、行きましょう。モッドを入れるです。面白いですね、やっぱりこう全く違うゲームになってしまいますからね。まあ中にバランスを壊してしまうやつもありますけど、まあそれもですね、自分みたいにはちゃめちゃ強くして暴れ回るっていうのが好きな人もいますから、そういうのはそれでいいと思うんですよね。はい、さあ、ちなみにですね、各地の衛兵はですね、こう着てるユニフォームっていうんですかね、これいろいろ色とかデザインがちょっと違いますね。ホワイトランは黄色ですね、黄色が貴重です。どうお前と仲間であの犬に口輪をはめてくれ。ジョルバスクルの遠吠えは手に負えない。はい、同胞団というのはですね、戦士ギルドなんですね。で、一応自分はですね、そのクエストクリアしてますので、同胞団の導き手と言われるんですけど、よいしょ、ここがリバウッドですね。まあのどかな、村っていう感じですけど、
この爪があるべき場所に戻るのは私たちにとってとても大切なことなの。ありがとう。はい、この彼女のクエストももう一番最初の方にクリアしますから、もうやってます。さあ行け。温かい食べ物、温かい飲み物、それに快適なベッドが用意してありますよ。それではですね、まあ大体30分近くになりましたので、この辺りで、ですね、やりましょうかね。終了しましょう。よし、それでは皆さん、どうもありがとうございました。またご視聴よろしくお願いいたします。最後までありがとうございました。失礼いたします。